被災地にはおびただしい海水が残っています。被災の前と後の映像です。 This is before. 津波を受けた後、海岸線が大きく変わり、 This is after. 市街地の多くが水没しています。国土地理院が GPS を使って分析した結果、想定外の事態が発生されました。 This is the coastline looking from the GPS satellite.被災地の多くの場所で地盤が沈下、最大で70センチも沈んでいたのです。 And the coastline slipped 70 centimeters into the sea. その結果、海面より低い場所が臨海部に広がり、大量の海水が流れ込みました。こうした海水によって救助活動はさらに難しくなっているのです。